バトルニスカは、古代三騎四神魚から新代三騎中神魚にかけて、北、アメリカに生息していた、絶滅した鳥類のトガ、ノガンモドキモクに属し、原生のノガンモドキカや絶滅した、フォルスラコスカと関連する。彼らは、おそらく同様の習性を持つ、足の長い地上生の捕食者であり、そのうち巨大なサイズに達したものもいた。すべてではないものの、 北アメリカの古代3期のノガンモドキ木鳥類の化石の大半はバトルニスカに属することが示唆されている。ストーズ・エル・オルソンはヨーロッパのエラフロクネムスをバトルニスカに割り当てたが、これは認められていない。逆に、バトルニスとその近縁属フォルスラコスカの姉妹軍であるのに対し、パラクラックスは現代のノガンモドキカに近いとし、多系統のグループとして解釈する。 系統解析もある。ただしこれも激しい議論を呼んでいる。2016年に形成された合意では、バトルニスカは、バトルニスとネオカタルテスのみであり、ノガンモドキカとフォルスラコスカ及びノガンモドキメの、可能性のある、ヨーロッパ産の標本の外側に位置するノガンモドキメの、系統群とされた。パラクラックスやエウトレプトルニスは、ノガンモドキメとしての関係性が完全には、 解明されていない奇妙な分類群として理解されている。パラクラックスウェットモリは飛翔できた可能性があるが、大半の属種は飛べない鳥であり、哺乳類の支配的な環境における飛べない鳥の良い例であった。パラクラックスギガンテアやパラクラックスアンティクは、さらに大型のバトルニス属の種は、フォルスラコスカ鳥類と同様の大型捕食動物としての生態的地位を占めていた。 可能性がある。P ギガンテアとバトルニスは背丈2メートルに達した。バトルニスは湿地環境を好んでいたようである。バトルニスは非常に多様性に富み、湿深魚から中心魚にかけて様々な大きさの出したような種が存在した。ありがとうございます。